Xbox の最新情報をいち早くお届けするインサイド Xbox、 MC のドグマガザミです。荒木美鈴です。さあということで、本日の動画でございますけども、2015年、はい、ね、間もなく終了するということで、うん、こちらにですね、2015年の、はい、リリースされたタイトルをずらりと並べさせていただきました。この他以外にも、はい、オンラインで配信されたタイトルを含めるとなんと60タイトル以上、はい、ありますね。あるそうなんですよ。いや、やりましたよ、やりましたよ、ね、これこれっていうのがたくさんあるんですけれども、僕すぐ目につくのはね、はい、フォルツァモータースポーツ6 F1 2015、ね、うんうん、スクリームライドもこれも、これはあのジェットコースターでレールを作って遊ぶようなやつ で、なかなか面白いですよ。こうイエーってなります。あと僕はね、うん、マッドマックス、あとエイリアン、アイソレーション、映画が元になったやつも、そうですね、面白かったですね。あとですね、はい、ウィッチャー3なんかもこれ本当にやっぱり面白くて、はい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 、割と最近積んでたのを始めたんですよ、うん、あ、面白いな、うん、いや、でも他にもシージだったりとか、はいはい、レインボーシックスもありますしね、トゥームレイダーもやりました ね、うん、はい、レアリプレイもね、はい、すごいですよ。たくさんのタイトルが入ってお得に遊べる、すごいですね。まだグランドセフトオートのねファイルも、あとここにないタイトルだと、はい、オリと暗闇の森とかおすすめなんですけど、うんうんうん、すごいこうなんでしょうね、ファンタジーな見た目なのに、はいはいはい、アクションなんですよ、 2D の、はい、それなんだけれども結構難易度が高くて、うん、こう一筋縄ではいかないという、でグラフィックダウンロードで遊ぶタイトルですね。そうですそうです。ぜひともこれもね、こう年末年始、うん、まったりと遊びながら意外と難しいなっていうところを体験してほしい。そして特にやっぱりこれね、ありましたけども、ヘイロー5。あー、そうだ、これをまず言わなきゃ。すごいガーディアンズでございますけどもね、うん、前も特集しましたけども、はい、まあ、ヘイロー5はね、はい、今なんかイベントもあるとか、うん、そうですね、ヘイローのですね、日本国内マルチプレイ公式大会、ヘイロージャパンチャンピオンシップ2016のですね、開催がですね、絶賛開催中でございます、うん、2016年のですね1月24日にですね決勝が行われるのですが、まだまだ参加者大募集中ということで、はい、ね、振るってご応募いただければ幸いかと思います。さあ、そこで本日はですね、年末年始何で遊ぶか、皆さんね、参考になるように2015年の注目タイトルを、振り返っていきたいと思います。さて本日解説してくださるのは、元ファミ通編集部のゲームライターローリング内田さんです。どうぞお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。お二人ともご無沙汰ですね。どうもご無沙汰しております。よろしくお願いします。お願いします。今日若干ね、内田さんと僕の衣装が被っている、ね、さっきね、僕も思ったんですよ。着替えようかなと思ったんですけど、ちょっと、ね、似てますよね。あとメガネも込みでね、なんかちょっとこう、あ、これいいじゃないですか。ペアルック、メガネも込みで、メガネも込みでね、なんで今日会っちゃったんだろうという感じしますけどね。これはね、息が合ってますね。これは双子コーデってやつですよ。そう、そうそう、ちょっとワンポイントで赤まで合っちゃってるから。そうなんだね。さあということで、うん、ローリング内田さん来ていただきましたけども、はい、内田さんは以前もインサイド Xbox、はい、そうなんですよ、ご出演を、僕ですね、はい、ね、確かね、ごめん、3代目か、3代目 MC として、うん、2011年から2012年まで2年間、うん、で僕とあと山口ひかりちゃん、うん、今ね、ゆりかちゃんっていう名前で活躍してるんですけど、はい、と彼女と2人でずっと MC をやったんです。そうなんですね。さあということで、はい、内田さんはもうね、特にもゲームライターもされているということで、はい、はい、この2015年のですね、うん、タイトルを振り返っていきたいと思いますけど、はい、でもいっぱいありますよね、はい、いっぱいありますよ、60タイトル以上。さっきね、2人でずっと語ってましたけど、うん、はいはい、あとね、他に何があります？そう、何がありますかね、メタルギアとかもあって、ね、あ、しっかり、いや、いっぱい、僕めちゃくちゃやってたの忘れてましたね。メタルギアあったとこね、もう散々オンラインでもめちゃくちゃやりましたからね、ファントペインとかね、ファントペイン、これがストーリーが良かったですからね、はい、これはぜひやってほしいですね、はいはい、あとね、僕ね、やって、はい、エボルム、あ、エボルム、一番右上ですね、あ、そうだ、あれね、エボルムとかですね、モンスターあとね、うん、自分がモンスターになれるっていうのが良かったですね、うん、僕ちょっと一番やったのちょっと、はい、内田さんが注目しているのは、あ、これかな、これか、これバトルフィールド、バトルフィールド、もう このシリーズ大好きなんで、うん、未だにあのバトルフィールド4をね、はい、もうもっと前に発売されたんですよ、ずっとやってて、でこれハードライブずっとこれやりましたね、はい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 、はい、こういうのやってました。あとね、今日ね、ね、紹介したいのが、はいはいはい、あ、撮っていいですか、全然全然いいですよ、はい、すごいちょっと家感ありますけど、この感じ、これニードフォースピード、あ、ニードフォースピード、そう、これね、最近出たんですけど、いいす、ね、はいはい、これすごい面白いので、ぜひあの、うん、お二人と、これ特にね、ドグマさん、そうです、車だから、車好きなんですけど、まだこの台とやれてないんですよ、うん、あ、本当ですか、はい、これどのような、うん、
これね、はい、あのニードフォースピードシリーズって、はい、実は1994年にパソコン版で発売されたんです、はい、あ結構歴史があるんですね。歴史があって、うん、でこれまでに30タイトル以上出てるんですね。それも最新作なんですけど、30も出てるんですね。そう、うん、いつもニードフォースピードなんちゃらとかシフトとか、はい、シフトとか、はい、ライバルとか、はい、アンダーグラウンドとかついてるんですけど、うん、今回副題が一切ついてないんですよ、はい、そのままストレートで1とか2とかもあの、はい、ついてなくて、だから、はい、あの初心に帰ったというか原点回帰、原点回帰したんですよ。行動レースなので、うん、あの市販の車チューンアップして、いいですね、行動レースは、まあ、夜のサーキットじゃなくて行動で戦い合うという、はい、うん、いいですね、ゲームですね。昔キャノンボールなんて映画もありましたけどもね。 あ、 そうそう、あんな感じ、あんな感じ、ブン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 ね、そう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 、目的地があってそこに走っていくみたいな。あれ熱いですね、男はこう血がたぎりますね。そうなんですよ、これがちょっとおすすめですね。はい、はい、うん、徳間さんが嬉しそう、嬉しそう、できる限りもう毎回車のね、このゲームの話は入れてほしいなと思いながら、私だんだんうつむいてきますけど大丈夫ですか？やらないんですか車？いや、それはもう好きな車タクシーですからそれはもうそしてまあこれ1本ね、はい、1本ね、はい、まだ紹介していいの？どうぞ、全然どうぞ、大丈夫です。次ね、うん、はい、これだ、出ました、スターウォーズのバトルフロント。声合わせていきましたよ。スターウォーズは美鈴さん、え、あ、ね、最高だよね。エピソードやっぱりね、5が一番名作って言われてますけども、やっぱブーン、何それ、あ、そうね、そうそう、何それ、ブーンって何、名前何これ、光る棒、光る棒、何、何だっけ、間違いではない、サイリウムみたいな、サイリウム、サイリウムって何応援しちゃうの、ベイダー頑張れって、コホっていう、コホコホとも言う、まあまあ、正解、あったあった、正解。でも知識としたら多分 5% ぐらいしかないですね、うん、5% も知ってるの私、 5% しか見たことないでしょ。デデンデンってやつでしょ、デデンデンって何なの、デデンデンデデンってやつでしょ、ま、それ違う映画ですよ、ま、違う、あれ違った、それまたちょっと違う、それはもうアンドロイドの方で、デデンデンちょっと違うか分からない、それちょっと違う方だね、名作のゲームですよこれは、あ、じゃあこれ今日じゃあみすずさんにね、ちゃんとあのプレゼンします、あ、どれだけ面白いのか、ありがとうございます、その原作を知らなくても大丈夫、はい、全然面白いですよ、うん、あのね、これね、あのバトルフィールドシリーズを手掛けたダイスっていうね、開発メーカーが作ってて、うん、すごいそのダイス評判いい会社なんで、はい、で、一応 FPS なんだけど、うん、TPS 三人称視点でも遊べて、はい、でスターウォーズの、ね、世界で戦い合うっていう、はい、そうなんですよ、ね、でスターウォーズ、まあ、見てればもちろん楽しいんですけども、はい、見てなくてもその FPS、TPS 初心者の人でも楽しめるぐらいの、うん、本当ですか、本当に、いや、オンライン対戦の、はい、プレイヤー数が2から40って、そうそう、そういう特徴です、いいとこ言いました、今ね、すごい、いいとこ行った、いいとこ行ったよ、そう、はい、スターウォーズ見てないのに許す、お、今すごいとこ、何何これ、40人で20対20で、はい、オンライン対戦できる、で、あとね、いろんな乗り物、うん、ビークルって呼ばれるんだけど、はい、あのね、飛行機とか、うん、X ウィングって言っても分かんないかも、で、X ウィングとかね、飛ぶやつ、そう、X ウィングとか知ってる、ジャンプするやつ、違います、それはまた別の X です、別の X ね、別の X です、はい、普通の兵士になるんですけど、普通は、うん、途中でちょっとあるアイテムを取ると、うん、あの有名なキャラクター、うん、ダース・ベイダーとか、あ、こうってやつだ、あとルーク・スカイ・ウォーカーとかヒーローになれて、でもヒーローになられると、うん、なられた側はもう恐怖しかないんですよ、ね、そうそうそう、めちゃくちゃ強いから、相手が強い、ダースベイダー来た、無双できるんだ、無双できる、やりたいやりたい、これが面白い、逆にみすずさんこれちょっと一回遊んでみて、ここからスターウォーズの映画ね見てもいいと思うんですよね、いいここから始めて、そう、だから、あ、だからアクションゲームというか、ね、FPS、TPS としてすごいよくできてる、さあ他には何か、あ、もう一本いきますか、うん、いきましょうか、じゃあね、ちょっとまた、ね、まあ、今年のタイトルですけど、はい、最近のなんですけど、いろいろあります、じゃあこれにしましょうか、どれいきますか、よいしょ、おー、好きですよ、好きですよ、買いました、シックスシーズでございます、面白かったですね、一回ね、これね、うん、まあ、年末ついこの間発売されたんですけど、うん、はい、これね、皆さん、このシージっていうのが、うん、あの籠城戦っていうのはね、はい、で、5対5に分かれて、要はそのテロリストとテロハンドに分かれて、うん、その建物の中でその何籠城戦を繰り広げるっていうか、うん、その、はい、ね、テロハンドの方はテロをやっつけるね、そういうゲームなんですけど、うん、基本的には、FPS なんですけど、はい、普通の FPS ってただ敵をこうやっていっぱい倒して、そうですね、やっつけた、うん、勝った負けたじゃない、はい、じゃなくて、で、あのこのゲームの一番の特徴は、はい、すごい頭脳戦が楽しいんです、うんうんうん、壁に穴開けて中に突入したりとか、うん、トラップ仕掛けたりとか、はい、まあ、いろんな、特殊能力を持った人たちがいるね、はい、でその人たちをうまく、使って5対5の、うん、何頭脳戦を繰り広げるっていう、うん、なかなかシビアですよね、うん、あの体力が回復しないの で、ね、オールドタイプ の FPS でやられてしまったらもうアーマーがどんどん削られていって、そうそうそう、であとやられたらもうその場で終わり、うん、あの
で助けてくれなかったらその場でやられちゃうんで、うん、もうあの出撃できるっていう、うんうん、で作戦がすごく重要なんですね。そう結構ね、うん、なんていうのかな、アクション得意な人はもちろんなんですけども、はい、僕はそんな FPS 得意じゃないんですけど、それでもなんかこの、うん、何頭脳戦で勝ってたりするんですよ、はいはいはい、のアクションが苦手で、はい、だからねそういうとこ好きですね。これ北田さん頭良さそうですからね、やっぱりそういう。わかります、ありがとうございます、わかります、インテリジェンスを感じます、僕らにないところ、特にお痩せになってから、ありがとうございます。そうなんですね、いや、そんなことないですけど、シュッとされましたからね、そんなことないですけど、はい、なんかその戦略性の高い部分が僕これすごい好きですね、うん、いいですね、やっぱりね、はい、単純にドンパチやるだけじゃなくてね、そう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 、さあでは次のタイトル何かありますでしょうか、はい、うん、ちょっと最近でもいいですか、全然いいですよ、最近でもすっごい好きなやついいですか、いいですよ、あーやってます、やってます、ました、やってるよ、はい、フォールアウト4、フォールアウト4、簡単にざっくり説明すると、うん、なんていうのかな、まあ、ロールプレイングゲームなのかな、ロールプレイング、はい、なんですけど、うん、FPS 的な要素もあるし、うんうん、なんだろうな、で、まあ、オープンワールドの中で、はい、その核戦争後の世界で、うん、サバイバルを増していくという話、世界観、うん、世界観がすごい素敵なんですよ、はい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 、でこれあのホールアウト3、はい、あったんですけど、まあ、3 の、まあ、その正統続編ということで、うん、結構その人気がある、はい、で各国の海外 の、 その、ゲームメディアでもすごい高得点取っている作品です、ということで今日はですね、はいはい、フォールアウト4、こちらでございますけど、実際にプレイをすることができるということなんでやってみたいと思います、はい、じゃあ荒木さんお願いいたします。はい、ちょっとおうちスタイルでやっていいですか、はい、クッション置いて、そういう感じでやってるんですね、はい、ドーマさんなんか分かんなかったら全然聞いてください、はい、うわ、もうでも世界が、ね、世界がね、もうね、核戦争後の世界なんですよ、僕の好きな世界だ、うん、で主人公実は200年、はい、冷凍冬眠されてたの、で核戦争始まりますって言って、はい、で核シェルターに入って、で冷凍冬眠して200年後起きたらこの世界になったね、めちゃくちゃいい世界じゃないですか。 それで、で目的は何かっていうと、その冷凍睡眠の時に、うん、はい、奥さんと子供も一緒に入ったんだけど、ね、一緒に入ったんだけど、はい、奥さん殺されて、赤ちゃんだけ実は誘拐されちゃったの、まあ、もう最悪やん。その赤ちゃんを探すためにまあいろいろ情報を集めてるっていう、うん、物語です。これでちょっとずっとまっすぐ行って。ずっとまっすぐ、はあ。車のデザインとかが結構。そう、この世界観がやっぱすごいんですよ。ね、ちょっと古めかしい。でもね、未来の世界なんですよ。レトロフューチャーみたいな感じですよね。まっすぐ行くの。あ、ちょっと待って。なに。あ、なんかいる。右側の、ほら。マネキン？あ、でもちょっと動いたよ。あ、ドッグミーとか敵を見つけました。ほら。敵なの？味方かもしれないじゃん。あ、ダメだ、ドッグミートが、あ、なんか、あ、ワンちゃん、あ、ワンちゃんが危ない、あ、敵ですね、レーダーですね、よいしょ、で、これちょっと特殊なんですけど、はい、普通にね、FPS とかね、TPS みたいに、うん、銃も撃てるんですけど、うわ、あれ、ちょっ、結構すごいですよ、うわ、あちゃー、あちゃーって言っちゃった、あちゃー、もっと足でいいじゃん、あなたもさ、なんで、あの人にも家族いたかもよ、なんで頭なの、こういうことすればよかったの、そっち言ってることが意味がわからないよ。その V を狙えるんですか。そう、 V を狙ったりもできる。だからアクション苦手な人は今のバッツっていうシステムなんですけど、それで入っちゃった。石田さんこの人ひどいですよ。惨殺した上に追い剥ぎしましたよ、今女性を。サバイバルってことですね。じゃあ街で行うサバイバルみたいな。いやいいですね、この感じ。これは博物館ですね。ミュージアムオブリード。リード。で物語進めると、はい、その赤ちゃんの情報、ね、子供の情報いっぱい現れるんですけど、うんうん、はい、なんかいろんな、ね、ここの世界に派閥があるん、いろんな派閥があって、その派閥ごとに、まあ、対立してるところもあるし、仲いいところもあるし、はい、だから自分がそのいろんなところの派閥のなリーダーのところに行って情報を集めて、うんうん、そこに仲良くなったりとか反発 しながらとか仲介役したりとか、そうとか、そう、ね、話進めていくんですけど、例えば敵対 そのグループをこの人が倒すことになったりとか、倒せとか、あ、なるほどね、そうそうそう、面白いな、うん、それでいろんな関係性も変わってきたりするので、関係性も変わってくる、そこの選択も自由にできる、ね、自由なんですよ、そう、何を選ぶかっていう、うん、自由度がすごい高いゲームなんですよね。いたまさあいついいやつじゃないの、あいついいやつだ、いいやつだけど出しちゃってるじゃん、狙うのは。いや、それも自由だよ。内田さんを見て判断するのやめなよ。自分で決めなよ。そこは自由だもん。だからみすずさんの気持ちで、みすずちゃん、打ちなよ、頭を。頭を打ちなよ。違うの、これは。何？
放送用ですから、うん、でも本当の気持ちは打ちたいもう今更今更だよ、みんな知ってるよ打つの。そうだ、ね、どうしようかな。でこれあの会話するんですけど、まあ、4択になってて、で会話 の幅も広いですよね。通りすがりだ、貸しができた。プレストン・カ・ガービン、ガービン、あ、ちょっと仲間になった感じですね、うん、じゃあこうやって仲良くも彼らともできるし、うん、さっき撃ってたらえらいことになってたんだ。そうですね、反撃されたりもしますから、ね、このビリビリガンで。そう、これパワーアーマー動かすのは、はい、フュージョンコアが必要、うん、フュージョンコア、うん、そしたらこれミッションクリアできたの で次セキュリティゲートを解除するって今出たので、はい、あの下にミニマーカーが出てるんですよね。下ですね。ちょっとここでやらしてよ、俺も、うん、ちょっとやらしてよ。下ですね。あ、そうだ、うん、そこさっきのあれか。あ、ほんとだ、ここか。あ、これをだから解除するんだ。これ一回見て、はい、ボタン。あ、これ、あ、そう、これね、そう。こんなのもあるの、面白い。これね、あのね、まずね、そう、まずね、それでくりくりくり回しながら、はい、あのドライバーをね、ちょっとずつこう、そうそう、まあ、そう、そう、すげえブルブルした。それでね、グググってなりすぎて折れるから、はいはい、ヘアピンは大事なので。分かった分かった、数があるからね。ちょっとずつ、ちょっと、あ、それ、ダメ。じゃあ、あんまり、お、大丈夫よね。あ、折れた。いや、折れた、折れた。だから、その、あ、ダメダメ。ググってなったらやめる。やめ、ちょうどいいところ探して。ちょうどいいところ。なるほどなるほど。これ。あ、違う違う違う。もううるせえなもう。好きにやらしてよ。初めてなのに。でも右スティックをゆっくり左に倒す。そっとね、そっと。これでいいの？あったあったあった。でもブルブルしてる。いけるいけるいける。ヘアピンがブルブルしなければ。いける。あ、いけるんじゃない？え、垂直にすればいいってこと？回ればいいってことか。もっともっともっと。あ、やった。素晴らしい。よかった。あんなに二人に言われながらでも面白かった。でも2本3本折ったよね。2本は3本、うん。あら、それダメなの？ダメです。プロは1本です。プロは1本。プロもガシャって。こんな序盤のプロじゃないから。こんな序盤でね、これは折れるじゃダメですよ。失礼しました。で、あの、はい、カーソルをそこに合わせて、あ、フュージョンコア、はい、取る。取る。出た。ナイス。これで入手した。で、そしたらパワーアーマー探し行きましょうか。まだパワーアーマーおじさんのとこじゃない。上かな。上の12だから上行きましょう。かっこいい。そうですね。よく彼らも託してくれましたね。さあどうなる。うわー来た。こうですね。これ未来だ、ね。かっこいい。あ、こんな。これライトスコンですか。僕の好きな世界観のデザイン。でパワーアーマーも胴体ヘルメット。とかいろいろあるので、なるほど、これ、まあ、自分で付け替えたりもできます、うん、カスタマイズも。けっ、起動それ必要だった、必要、言いたかった。でこれガチャン、さっきの撮ったやつ、ね、うわーすごい、おーだ、そしたらもう一回、いいなー、もう一回あのなん で起動かな、起動、起動で、ガッチャ開けて、うわーわー、うわすごい、大丈夫か関節部は。逆に曲がらないで、ま、逆曲がらないでくれよ、大丈夫かな、うわあ、でもうわすげえ、よし、いいぞ、上行きます、うわすごい、あ、なんかあれそこに、ね、落ちてる手前にね、これね、ミニガン落ちてるので、本当だ、これ取りましょう、おお、いやーなんかやられてる、ミニガンで下げんじゃねえよ、めっこらーおらなんで急にちょっと悪くなってる、ごめん、そういうやっぱね、人格も変わるこのゲーム、普通に打った方が当たる、そうそうそう、うーわー気持ちいい、なんだ、気持ちいいでしょ、気持ちいいですねこれ、ミニガンは気持ちいい、うんうん、当たってねえな、当たってねえな、でもまあ、まあ、ヒット負け出てるから大丈夫、ラーメンラーメン、やろう、返せこのもん、やろう、この人たちが取ったか分かんないけど、分かんないけど、うん、あ、近接ない、あ、これはないか、そうか、いや、ね、できるでしょ、これ近接ない、あ、いけた、いける、これで、ね、るか、よいしょって、わあすごいね、できた、これ、うん、なんかちょっとデスクロー、デスクローだ、ちょっと何デスクローって、これ強い、これ強い、弾が、弾がないです、弾が、どうしよう、弾がないって、これも武器なんかあるのかな、これがあります、武器ちょっと変えます、これ変わってないの、武器変わってないです、あ、いや、上でない、熱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 い、ちょっと落ち着いちゃった、熱い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 、頭がもげた、頭が頭取れちゃって藤田さん、頭が取れちゃいました、ちょっと心が取れない、逃げて逃げて、頭と、ダメです、右足と左足がダメです、足が遅い、やばいデスクローは強いんだよね、強いっすわ、あいつは
しょうがない。弾なしじゃ無理でしょあれ。ダメです。ダメダメ。だからレーダーを別に倒して、はい、うん、デスクローに備えておかなければいけなかった。そうか、ミニカン取っときゃよかったね。そうそうそう、うん、私まだクラフトは聞いてないので、せっかくなんで。あ、クラフトね、はい、教えてください。ほらとね、頬のね、これ新要素なんですよ、うん、はい、でクラフト台っていうか作業台があるね、はい、こっち武器作業台で、はいはいはい、でこっちワークショップで、ちょっとこっちから軽く見ます、はいはい、こうやって何ですかこれは、ね、武器で、これ今自分が持ってる武器なの、ここの10ミリピストルとか、うんうん、ショートダブルバレットとかね、はい、でこれ、これなるほど、いろいろ素材を使って、うん、必要条件でしょ、ネジ、オイル、ギア、はい、あれで要はその新しい何こういうアイテムを作っていく、ほうほうほう、まあ、拾ってきたもので作れるってことですよね。で、これ例えば作るでしょ。へー、面白いな。作るとでも経験値上がるのと、うん、あとあのダメージ上がったりとかするっていう、うんうん、さあさあ、そしてこっちの赤い方はこれワークショップって言うんですけど、はいはいはい、これが分かんないんですよ。これね、建造物とか家具とか、うん、いろいろ作れるんですよ。すげえ。要はここの、そう、あの基地をなんて作っていく感じかな、はいはい、壁作って敵からのね、あの攻撃防いだりとか、うん、作ってください、うん、ね、そう家具が、でも椅子ができる、でこれはできるから、だからこれ置きたいとここうやって置くとできる、うんうんうん、早いですね、そう彼できる、チーンってで家具職人かな、例えば部品がね、うん、ちょっとない場合は、はい、これ解体でできるの、解体、すでにあるものを壊すで解体するとコーヒーテーブルは木材なんで、あ、じゃあこの材料でまた銃の方とかをこうクラフトしてもいいのか、この素材に、なんか布っぽいのありますよ、あ、これ布あるか、布いけるんじゃないですか、解体、あ、布に、あ、来た、布に。じゃあ本当に家みたいなの作れるんですか。家作れる。へ、あと、まあ、この防御用のタレット作ったりとか、うん、警備所とかね、タレットとか、うん、これほら、あ、いろいろ作れる、防御ロボみたいなことだ、うん、作ったら実績もらえるんだろうな、うん、まあ、出たら実績中あとこれ自分でお店作ったりとか、お店、何買えるんだろう、お店作った、トレーダー、でこれアーマーとかね、買えるお店、うん、武器とか、そうだからこれでずっと遊んで、うん、自分でこの基地作ると、うん、そこに人が集まってくるのよ、うんうん、で結構活性化したりとかするので、自分でその町の拠点みたいなのを作るってことですね。そうで拠点、いろんなところにやっぱあの、うん、ところどころにこうやってのクラフトの台があるので作れる、はい、うんうん、面白いですよ、わあ、なんか楽しみが増えた、ね、そうだからこれ3の中なかった、これ表からの新要素、はい、これにハマるんですよ、本当に。じゃあ世界の中に入り込めますね。そうで、さっきあのパワーアーマー来たでしょ、はい、でパワーアーマーここ持ってくるとここで改造とかできる、うん、へえ、じゃあもう完全にここは自分の秘密基地だ。そう、ここはね、そうさあ、ということでフォールアウト4ね、プレイしてきましたけども、はい、ゆずさんいかがですか。いや、これね、本当にあの、うん、全然1年間ぐらい、はい、僕3は1年間ぐらい遊んでたんで、うん、長く遊べるソフトなんで、うん、ぜひ、今回ちょっと興味持った人は買ってやってみてもらいたいと、これは思います、うん、そうですね、ドグマさんもぜひ、ぜひちょっと僕かなり興味でできたんでね、うん、ぜひやってみたいと思います、うんうん、年末年始のお休みで、まあ、Xbox この期間にね、たくさん遊びたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、ここでね、皆さんにお知らせがあります。何でしょうか。今実施されている Xbox One 5000円オフキャンペーン、うん、これがいよいよ終了間近となってきました、はい、これまでインサイトでもちょこちょここう、ね、はい、お知らせしていたんですけれども、すべ、ね、ての Xbox One 本体が5000円オフになるこのキャンペーンなんですけど、うん、今年いっぱいで終わっちゃうんですよ、うん、あら、そうなんですね、2015年いっぱいで、はい、なので、うん、まあ、初めてこのね、フォールアウト4を遊びたいから買いたいっていう方とか、うん、まあ、人にちょっとプレゼントセットでしたいっていう人とか、うん、まあ、2代目がね欲しいっていう人とか、うん、ドグマさんとかね、そうですね、うん、僕も考えているので、うん、はい、おすすめですので、ぜひとも12月31日までに店舗に行って、うん、ゲットしていただければと思います。お願いします。さあ、ということで、番組が最後になりましたけども、うん、今日はね、2015年のタイトル振り返ってまいりましたけども、はい、じゃあまずは藤田さん、いかがですか、はい、2015年のタイトル、ね、うん、番組自体一応ね、今年そうなんですよ、今年は最後になってしまって、配信になりますよね、はい、でも今年本当に Xbox One にすごいいいタイトル出てますよ、うん、ね、てか、なんか上から目線であれですけど出てますじゃなくていっぱい出てたら嬉しいんですよ、あのファンとして。そうです、ね、さっき僕紹介してね、うん、スターウォーズとかね、レインボーシックスとか ね、うん、ね、来年もね、うん、結構新作、うん、ね、
控えてますから、出てきますからね。XBOX1、はい、ファンの皆さんぜひね、期待していただければと思います。はい、そしてどうですか、荒木さんは。そうですね、改めてこうやっていろんなタイトルを振り返って、うん、あ、これ遊んだなとか、これちょっとね、あの積んでるなとかたくさんあったんですけどあの2015年、そんなにね、実績はまだ解除できてないんですよ実績中出ましたね。いや、なのでちょっとあの、はい、すごく恥ずかしかったりとか申し訳ない気持ちでいっぱいなんですよ、うん、やっぱりこう、XBOX 好きとしてはちゃんと実績を解除したい1年だったなるほど、愛がありますね。はい、なのでもう来年はちょっと XBOX 好きに恥じぬ活動をしていきたいなと心に決めております、うん、私。素晴らしい。じゃあキャンペーン終わった後に3代目を買うということですね。お、うん、そういうこと、あえてのあえての自分の戒めとしてもね。戒めとして、ね、はい、まあ、僕はですね、うん、実績を全然無視してやってるので、はい、ちょっとね、2016年は、うん、荒木さんみたいに実績をちょっと重視して。絶対楽しいから。でも確かにね、ペロッと出てくるとね、おっと思うんですよね、うん、実績はその遊び方のガイドでもあるんです。なるほど、うん、私たちが普通にプレイをしている中では、長くなりますか違う、実績はその指標になるんですよね、はいはい、こんな遊び方もあるんだなっていうの、はい、ね、ローリーさん分かりますよ ね、 ちょっとね、分かってくれますか。終わりましょうかね。ということで皆さん、2015年中はありがとうございました。また2016年、皆さんとたっぷりお会いしたいと思います。それでは皆さん、良いお年を。さようなら。